してもここを通りたければ、俺たちクリレット&クリブルー兄弟を倒してから行くんだな。とてつもなくだせえ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、あ、そっか、仲間になって一緒についてくるようになったんよね、この子。かわいい、後ろうろちょろしよる。あれ、マリオさんは元気いっぱいですよ。それでも泊まっていきますか。いや、いいです。元気なんだから泊まっていくなよって言いようやね。あ、殴った、なんか殴った。なるほど、 B ボタンでハンマーよね。オッケーオッケー。いいな、お兄ちゃんばっかり。ねえマリオ、大きくなったらクリコも冒険に連れて行ってね。それはぜひぜひ。でも大きくなったら逆に行きたくなくなったんやない。パパ、マリオと一緒に頑張りよ。活躍を楽しみにしててね。しっかり頑張りなさい。お前は強い子だから、きっとマリオさんの役に立てるぞ。マジで強いの？簡単に踏みつぶされたりせんといてよ。今まで毎日体を鍛えてきた甲斐があったじゃないか。クリボーにはクリボーなりのなんか、あるんやね、そういうのが。パパはいつでもお前を応援しているぞ。美しい。腕、すごい一瞬で。これで先へ進むことができますな。もうちょいなんか貯める何かはなかったんですか。この先様々な困難が待ち受けていると思いますが、あまり無理をしてはダメですよ。いつもリラックスリラックス、気持ちに余裕を持っていてください。おや、マリオさん、クリシーにもらったバッジをつけていませんな。あれ、バッジはつけておかないと全く意味がありません。つけてから行った方がいいですよ。あれ、なんかさ、ちげえわ。クリ村だよ、オイラの家族が住んでるんだよ。スノピューハウスもあるから休憩するにはぴったりだよ。オイランチのそばにある大きな木はクリクリマロンが取れることで有名な木なんだよ。それはいいんすけど、これか。バッチ。なんかさ、あれじゃなかったん？チュートリアル的な感じであのままつけさせてくれたんじゃなかったん？昔にはそういう配慮はなかったの？本当にただのチュートリアル。クリボーに注意。何？出てき、え？めっちゃびっくりしたんやけど。ねえねえマリオ、バトルでは Z トリガーボタンでマリオとオイラの攻撃する順番が変えられるんだ。いやー、64じゃないんで Z トリガーボタンないんすよね。つまりオイラが先に攻撃することもできるってわけ。ちゃんと覚えておいてよ。Z トリガーボタンねえよ、そんなもん。ジャンプ。いいよ。技？物知り。いや、いいよ、クリオズ付きで。めっちゃ石頭そう。ミスターポイントゲット。やっぱあれはね、昔のゲームやけんさ、ちょっと、こういう戦闘シーンとかのテンポ感めちゃくちゃ悪いよね。クリボーに注意。しか書いてないんか。ごめん、クリを殴ったよ、今。あれってさ、何？ああいうところで、殴ったら先制攻撃なんやっけ？体力減らした状態で。くそ、うまく当てたかった。まあ、なんならフィールド上でさ、倒せんの？いちいちこんな画面切り替わってさ、ターン制になるのめちゃくちゃめんどくさいんだが。待って、ごめん。あ、ぶつかった、普通に。めちゃくちゃ普通にぶつかった。いや、なんかさ、ここに2体おるけんさ、もう2匹ともいけたもんなんやと思った。一気に全然まだ後ろから来よったね。ガーガーガー。あ、なんか体力回復した。奥か、そっか、奥行きがちゃんとあるんよね。はわ、先制攻撃成功。イエイ、羽思いでやったぜ。待って、ガツン、ガツンジャンプできんのか。あ、できたわ。ガツーン。あ、いいやん。めちゃくちゃ効くやん。超効くやん。これはさ、なんか仲間を倒しおることにはならんの？気持ち的なものが違うんかな。勝手に吸収されてくれんのや。ねえ、アイテム出てもなんかヒューンって。あ！勝手に吸収されてくれるやん、最近のゲーム。
そういうのがないんですね。え、なんかあいつ絶対あれやん、確実に足の裏痛くなるやつやんね。ハンマーで攻撃して、こう頭突きしたら絶対痛いよそいつ。弱いけやあんだけ武装しとんやね、やっぱり。よし、ってか全然進めんねえけど。これは何？何これ？ピンチでラッキーのバッジをゲット。マリオがピンチになると時々敵が攻撃を失敗するようになる。ほうほう、バッジって何個までつけれるんやっけ。バッジあと1個しかつけれんのか。ふっ、よし、まあとりあえずこれで。お、これキノコもらえるんやない。キノコを食べれば元気元気。 HP が少なくなったら左でキノコを使おう。アザスもらいます。キノコをゲット。食べたら元気が出るキノコ。 HP が5回復する。お、めっちゃ回復してくれる。やったーね。ひー、これさ、どうせレベルとか上がらんねえけんさ、素通りしていくことも可能なのでは。だまあでも一応ね、コインとかがあるけんあれやけど。あ、今ので取れたんか。ほーら、素通りしていける。何？やい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 、怪しい集め、持ち上がれ。この集めよるコインは何に役立つんやっけ。買い物？貴様マリオだな。クリキング様のご命令だ。ここから先へは行かせないぞ。どうしてもここを通りたければ、俺たちクリレット&クリブルー兄弟を倒してから行くんだな。とてつもなくだせえ。ブルーよ、行くぞ。おう、任しとけ、レッド兄貴。来た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 。どうしよう。じゃあガツンジャンプで行くわ。まずは弟から。一体ずつ確実に仕留めてこう。マリオ、俺の華麗なる攻撃を受けてみろ。嫌です。いや、1しか効かんのかーい。もっと効くんかと思った。お、もうやっつけたんじゃね？イエーイ！めっちゃコインもらえた。ブルー、畜生、俺の弟を絶対に許さねえぞ。どっちを先にやっつけるかで、そこのコメントが変わるってことやね。なるほど、なるほど。よくも兄貴よってなるんかな。あ、ポイントが足りねえ。こうハンマーで殴ってもさ、踏みつけても同じダメージっていうのがマジで納得いかんのやけど。だってさ、じゃあ踏みつけたらあのブロックは壊れたんかって言われたら絶対壊れんやろ。確実にハンマーの方が強いってことやんね。ピンチ。しかしそろそろやっつけられるでしょう。イエーイ、やったね。なんか弟の方がコイン多くなかった？気のせいか。コインじゃねえ、スターやった。くっそー、今日のところはこれくらいで勘弁しといてやるぜ。めっちゃ泣いてる。ぐっ。さあ進んでいきますか。待って、そこに大事なセーブポイント。え、そういうのさ、普通さ、ボス前とかにセーブさせてくれん？まあ今のはボスではないとしても、まあちょっと合間の中ボス的な感じなわけやん。きな粉を食べれば元気元気。なんかクリボー出てきたけど、なんでやねん。先制攻撃成功、イエーイ。あ、見て見て、ゲットした。なるほど、たまにゲットできるってことだよね。とりあえずハート1個回復したけんいっか。この先クリキング様の砦。なるほど、クリキング。おお、強そうな気がする。こっちが中ボスやね。こいつらは中ボスのでしたみたいな。クリキング様、助けてください。コテンパンにされちゃいました。めっちゃダサいやん。よく自分らにそんなことが言えるね。上に上がらんといかんのかな。マリオ見て、こんなところに建物があるよ。前は橋があったんだけどな。どうなってるんだろう。え、橋壊されたの？それとも塞がれたの？え、めっちゃドシドシ夜降りてきよる、もしかしてクリキング。
わ、もう目がいっちゃってるよ。貴様がマリオか、よくぞここまで来たものだ。褒めて使わそう。もう褒められてた。しかしここから先へ進むことはできんぞ。なぜならこのクリキング様が貴様をコテンパンのフライパンにするからだ。無理無理。フライパンだぞマリオ、どうだ恐れ入ったか。いや全くわからんのだが。へへへんだ、謝るなら今のうちだぜ。急激に強気になったね。もうなんかまさに虎の胃を狩る狐って感じ。うわー、あのクリキングってやたらでっかいな。でもマリオにはあんなやつ敵じゃないよ。オイルたちでやっつけちゃおう。行くぞマリオ、覚悟。あー、直前で回復しとこうと思ったのに。クリキング様頑張ってください、俺たちも援護しますから。はあ、3人とか卑怯なんですけど、任せておけ。マリオ、まずはクリレットとブルーを先に倒した方が良さそうだよ。奴らをやっつけたばかりだからきっと弱っているはずだよ。あ、マジで体力減った状態？ただこっちも減ってんだよね。アイテム、キノコ使います。どれぐらい回復するんこれ。あ、なるほど、これで全開やね。よきよき。はい、それじゃあ後ろの2人を次はレッドからやっつけるね。痛い痛い痛い、ほら卑怯すぎん。ちょっと一ターンでさ、一ターンで4回もダメージ受けるとか絶対にダメなやつ。イエーイ、やっつけたった。コメントないんかい弟。自分の兄貴がやられたんやで。でもさあ、やった回避。クリキングさ、なんで手下たちと同じぐらいしかこっちにダメージ与えてこんの。本当にキングかい。それともなんか必殺技的なものがあったりするんかな。めっちゃ避けたけど。頑張れ頑張れ、いけいけ。ひたすら踏みつけと頭突きを繰り返していく。なんかそろそろいけそうな気がする。なんとなくめっちゃ避けれるやん、イエーイ。なんかさ、あの上にさ、クリーあるやん、でっかいやつ。あれ多分さ、位置的に一番最後やっつけた時にクリキングの頭に刺さるんじゃない？めっちゃわかりやすくない？全然違うかもしれんけど。絶対そうやって。さすがにちょっとやばいかな。待って、あれキノコ2つ取らんかった私。え、もしかしてあれかける2とかならんパターン？何個も持つとかできる感じなん？え、レベルあったっけこれ。レベルとかあったんやっけ。アップさせたいものを1つ選ぼう。 FP の最大値が5増えるぞ。技をたくさん使いたい人におすすめ。いや、技たくさん使いたいんやけどさ、バッジをたくさんつけたい人におすすめ。なんかどれもいい感じやね。で、これは最大値が5増える HP やろ。バトルに自信がない人におすすめ。全部増やしたいよ。順番に増やしてく？とりあえず最初をハートにしよう。なぜだ、やられてしまった。とりあえず体力多かったら踏ん張れるかもしれんし。やった、さすがマリオ、かっこいい。イエーイ。何？どの仲間に変える？いや別に、クリレットよ。Y のスイッチかと思った。例のスイッチやった。例のスイッチはちゃんと見つからないところに隠したろうな。大丈夫です、ちゃんと砦の3個の草むらに隠しておきました。砦の横の草むらか、3個じゃねえよ。バカモン、砦の中に隠しておかないとマリオに見つけられてしまうだろうが。は、そういえばそうですね。クリキング様、早くマリオのやつに注意しておかないと。お、いいことを聞いたぜ。イエーイ、ありました。マリオよ、一つ注意しておく。もしその辺で怪しいスイッチを発見しても決して恐れないぞ。分かったな。もう押したそうです。で、貴様もう押しておるではないか。
残念だね。お、うわー、何、建物ごと、もしや崩壊する、何それ、どういう仕組み、え、え、いや待って待って、ペロペロ、実際にこういう紙みたいな感じってことなの、そういう風に見えとるっていうだけじゃなくて、なんか橋が出来上がったんやけど、え、何が光ったん、クリキングどこ行った、飛んでった、もしかして、橋だ、これで先に進めるね、ね、あいつらどこ行った、いねえな、やっぱ飛んでったんかな、違う違う違う、まあとりあえず渡れたね吹っ飛ばされてったんかな、あいつらは、あ、見てた、なんかコメントしてくれていいけど、